はい、今回はですね、ETF の買い方を解説していきます。で、ETF 買うのはですね、ものすごく簡単です。ね、今ネット証券で簡単に買えますんで、もし ETF を買いたいという方はですね、まあ、この動画を参考に買ってみてください。で、まず楽天証券です。楽天証券ちょっと画面全部お見せできないんですけれども、まあ、個人情報がちょっとあるんでね、一部分隠してますけど、楽天証券トップ画面こんな感じです。で、重要なのはこの上の検索窓ですね。ここに銘柄を打つだけで買えちゃうっていう楽天証券めちゃくちゃ簡単なんですね。例えば SPYD っていうのを買おうとします。ね、ここに打ち込むと出てきますね、こうやって。HDV っていうのもあるんですけど、ETF で HDV 打ちました。出てきますね。なので、自分の買いたい ETF を、まず、決めると。いうことですね。まず決めて、で、もし決まったら、もう適当でもね、結構出てきますね。楽天とか打つだけでも結構いっぱい出てきたりするんですけど、例えば SPYD を買うと思ったら、SPYD と打ってください。で、ここの出てきたものを押します。はい、出てきましたね。で、まあ、SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式 ETF という、まあ、正式名称が出てきまして、で、まあ、いろんな、ものが出てきてますね。こんな感じで。まあ、これは見ていただきたいんですけれども、配当利回りもね、結構良くなってますね。はい。で、まあ、こういうのが出てきました。で、買うときはですね、この買いっていうところをしますね。買い売りってありますが、買うですね。はい。で、今回は僕、買いません。今までの動画ではですね、確か SPYD の時は SPYD で実際に買ったと思うんですけど、動画を撮るたびにですね、全部買っていては結構キリがなくなってしまうんで、今回は実際には買いませんが、どうやって買うのかというのを解説しています。まずですね、買う前に入金しておいてください。入金の方法は、まあ、入金というボタンから行けばいいので、多分、まあそんなに困らずできると思いますけれども、まあ、入金をしていただいて、で、円価買い付け可能額っていうのがあります。で、今0円ですね。で、なので、まあ、入金、ここにボタンがあるんで、もし、入金しない方は、ここから入金していただければと思います。で、まず、数量ですね。入力するところは、この数量からです。売買単位は1株と書いてありますので、まあ、1から、まあ、好きな数入れてください。3、4、5と、100でもいいですね。っていうふうに入れてください。という話です。まあ、1と、今回は入れてたとして、じゃあ次、価格なんですけど、指し値を指すのか、成り行きなのか、難しいんですけど、まあ、基本的には、成り行きでいいのかなと思いますね。初心者の方が、もし ETF をどういう目的で買うのかっていうことにもあります。例えば、長期間、配当金目当てで買うっていう場合は、もう成り行きでいいと思います。指し値っていうのは、日本の株とかに考えると分かりやすいんですが、例えば、1000円の株型として、それが990円だったら買いますみたいなことができるんですね。それが指し値です。ね、1000円の株が、まあ、ちょっと高いから990円だったら買って、様子見ようっていう時に990円の差し値を差しておくと、あとは勝手に、注文してくれるんですね。990円になったら注文してくれるというシステムになっています。それ差し値ですね。はい。まあ、この ETF でもできるんですけど、まあ、若干難しいというか、何ドル、何セントとか言われてもですね、わかんないみたいな人はですね、もう成り行きでいいと思います。で、円価決済か外貨決済か、外貨ありますね。円価もあります。で、これ押すとですね、この楽天証券がいいのは、予想受け渡し代金ちゃんと出るんですよ。4022円。まあ大体なんですけどね、これ。大体なんですけど、出て、で、参考為替ルートってあるんですけど、108円35銭ってなってますが、まあこれ大体出るんですよ。大体の数字が出るんで、めちゃくちゃ楽です。4000円で買えるんですよ。結構安くないですか？ね、安いと思いますけど、1株だったら4000円です。ちなみにこれ2に変えますね。2に変えて、まあ適当なとこ押すと、8047円と。すごくね、便利なんですよね、楽天証券。40万、100株だと40万2443円になります。まあ、こうやってね、代金が分かるんで、こうやっていろいろ入力して試していけばいいと思います。ね、で、成り行きで、まあ、本日中、まあ、基本的にすぐ買う人が多いと思うんで、で、円価決済、これ特定ですね。で、まあ、外貨の人は外貨でもいいですが、まあ、円で入れてる人は円っていうことですね。で、この後確認していって、ポンポンポンって進んでいけばもう買えます。実際にこの前撮った SPYD の動画では実際買いました。なので、もし
SPYD、実際買うところまで見たいという方は SPYD の動画見ていただきたいと思うんですけども、まあ、見る必要は正直僕はないと思います。ここから進んでいくだけなんで。はい。こうやってここまず、ね、入金側終わってない場合は、ここ入金、今こうボタンありますけど、買い付け可能額のところに入金ってボタンあるんで、そこで買って、で、数量がこもう手入力、キーボードを打ってもらって、で、成り行きで、円価決済で特定。もう初心者の方はこれで十分だと思います。で、受け渡し代金大体分かるんで、まあ、大体これぐらいかな。ちょっと変動があるんですけど、まあ、これ前後ぐらいで買えるだろうというふうに推測できるわけですね。すごく簡単です。まあ、もう一個です。HDV もやってみましょうか。結構有名なんでね。でも検索窓でこうやってやるだけなんで、投資する銘柄さえ決まっていれば、もうめちゃくちゃすぐに買えます。あ、めっちゃ下がってますね。やっぱりね、このコロナウイルスの影響でね。一株、成り行きにしまして、円価決済、特定、9973円ですね。だいぶ下がってますね。前1万2000円ぐらいだったんですけどね、つい数週間前までは。っていう感じですね。こうやってもうすぐ買えます。結構簡単ですよね。はい、簡単ですね。まあ、ちなみになんか取引時間が違いますみたいなあれが出るときあるんですけど、そういうときは時間ずらしてください。はい、っていうことですね。で、楽天証券が以上です。今回楽天証券と SBI 証券両方やりますので、まずは前編終了です。楽天証券の方はですね、ここまで、で大丈夫です。はい。この後 SBI 証券バージョンでいきます。SBI 証券こちらです。で、まずトップ画面こちらです。こちらもですね、全部は見せれません。僕の個人情報がたんまりと載ってますんで、見せることはできませんけれども、まあトップ画面こんな感じで、まずですね、海外の ETF の場合は外国株式に行かないといけないので、外国株式取引をしてください。ちょっとここは一手間かかりますかね。はい。で、この銘柄ティッカーってところに SPYD と入れます。はい、出てきました。まあ一手間かかるだけで簡単です。はい。こんな感じですぐ出てきますんで、見てみてください。まあこんな感じでね、いろんなデータが揃ってます。初心者の方はこれ見てもさっぱりだとは思いますが、まあ一応、ね、分配利回り 4.83 と分配金回数年4回ですよぐらいは見ていてもいいのかなというふうに思いますが、まあそんなにはね、見るところはないかなというふうに思いますね。まあ配当金、どうなんですかね、初心者の方は配当の分配金を目当てにしている人も多いかなと思うので、まあそういう方はですね、まあ淡々と買っていくことになるかなと思いますね。で、買い付けです。買う場合は買い付け。ここからは先ほどと一緒なんですよね、ほとんど。まあ、差し値と逆、これ逆差し値もあるんですけど、まあ、逆差し値は差し値の逆ということで。日本株の場合は、1000円が、先ほど1000円から990円になりましたけど、1100円になっ、ごめんなさい、1010円で買いたいという場合に逆差し値使いますね。はい。まあ、でも使わなくていいと思いますけどね。で、株数を入力します。で、成り行きですね。で、当日中で、まあ、特定ですね。ここで取引パスワードを入れて確認注文画面に行きます。ここでは料金が出ないんですね。先ほど楽天証券には出た。出ないんですね。多分この確認ボタンを押したら確か出たと。ごめんなさい。注文確認画面へっていうのを押すと出ると思いますが、まあ、そういう意味では楽天証券の方が見やすいっちゃ見やすいかなと思いますけど、まあまあ、やることは一緒です。はい。ね、最初にまあトップ行って、で、外国株式から買うっていうところですね。まあ、ETF 買うってことです。そこの一手間があるということだけ覚えていただければ、あとは困ることはないかなというふうに思います。基本的には銘柄検索で買えます。はい。ということですね。はい。ということでね、もうこれだけなんですね。慣れれば1分で買えます。もう今回動画でやったんで、多分ね、ある程度長くじっくりやりましたけど、これ慣れると本当1分でパパパパって買う銘柄さえ決まっていれば1分で買えちゃいます。はい。なのでですね、ぜひ ETF 買い方わかんないよっていう方はですね、この動画を参考にして、めっちゃ簡単じゃんと思っていただければいいかなというふうに思ってます。はい。ということで今回動画は以上です。ありがとうございました。